名鉄9500系電車は、名古屋鉄道が2019年12月から運用している通勤系電車である。本校では4両編成の9500系電車のほか、同一設計で2両編成の9100系電車についても記述する。本系列は旧式車両の置き換えを目的に製造された通勤型車両である。2017年より使用検討が開始され、 2019年度の設備投資計画で16両の製造が発表された。運用車両統一のため車両構造は3300系に準拠したものとし、各所に時代に合わせた改良を施している。2019年度の新造は4両編成のみとしたが、中間車編成を抜いた各戦闘車2両による2両編成の構成も容易な設計となっており、2020年度には、 本系列の2両編成版である9100系が試運転を経て営業運転を開始した。片側3扉の日本車両製造製ステンレス製車両で日車式ブロック後方車体が採用された。先頭部は衝突安全性と変形時の保守性向上のため普通構成となっている。上高扉は幅 1300mm の両開き式で開閉時に LED 式の車側灯が点灯する。都平保安機能と飛ばさみ検知機能を備え、車内保温のためのドアカットを行うに3、扉閉め切り機能もある。側窓は連結部のみ上面一部が開閉可能で、他は固定窓である。前面および側面に備える行き先表示器はフルカラー LED 式を採用している。先頭部には、 M 式自動解決装置付の自動密着連結器を備える。ベースとなる3300系のうち2015年度以降に製造された編成は車体全面下部やスカートにもスカーレット塗装を施していたが本系列では先頭部におけるスカーレットの使用範囲を車体全面から側面の乗務員扉付近まで拡大している。前照灯は横8粒の LED 照明を 縦3段に斜め状に端、現行時は上段のみが点灯する。標識灯は全章灯を縁取るように配置され、シャープな印象を与える外観デザインとなっている。パンタグラフはシングルアーム式の PT-7118B で、動力車のも 9550K 及びも9600型に各一機搭載している。座席は、 オールロングシートで、扉間が8人掛け、連結部よりが5人掛け、運転室より及び、フリースペース部は2人がかりで、8人がかり及び5人、がかりは、スタンションポールにより3プラス2プラス3席及び3プラス2席に区切られている。座席のモケットは、クロスチェック柄で、識別のため一般席は青、優先席は赤をベースとしている。室内の配色にはベージュを多用し、 落ち着いた空間を演出している。室内照明は LED 式で、停電時の予備灯は1両につき3箇所設置されている。バリアフリー対応設備として、全車両にフリースペースと優先席エリアを設けている。フリースペースは、車椅子やベビーカーの利用を想定しており、同区画には、車椅子固定ベルト、パネルヒーター、手すりを設置したほか 立席利用時のための腰あたりも装備している。優先席エリアは先術した座席の他に、床や釣り手の配色を変えることで区画を目立たせている。このほか、釣り手の高さを 1580mm、荷棚の高さを 1750mm とすることで、小柄な利用客の利便性を向上させている。各扉上には LED 式の扉開閉動作表示が取り付けられ、 開閉のタイミングで点灯する他チャイムによる注意喚起を行う。扉上部には車内案内表示装置と防犯カメラが自撮り配置されている。車内案内表示装置は17インチ LCD 画面によるトレインビジョンで日本語、英語、中国語、韓国語による案内表示を行っている。インバウンド対応設備として無線 LAN の名鉄フリー Wi-Fi を搭載しており、 車内にステッカーが掲出された。3100系統の並結運転名古屋本線を走る9104.9103編成2019年7月8日から9日にかけて日本車両製造から9501編成の公衆輸送が行われた。ついで同年10月15日から翌16日にかけて9502編成の 同年11月6日から7日にかけて9503編成、9504編成の公衆予想が行われ、2019年導入予定の全編成が出揃った。営業運用開始は12月で、それまでに地上信号設備への影響を確認する誘導障害試験、脱線係数を確認する PQ 測定、加速及びブレーキ性能を確認する走行性能試験などを 行った。3150系との並結試験も行われ、営業運転開始後も、同系や3100系と連結し、3500系、3700系、3300系とは共通運用となっている。この4編成の導入により、5700.5300系の残存していた4編成は2019年11月から12月にかけて全編成廃車となった。 2020年には4月に二次車9505編成が落成したほか、二両編成の9100系の製造も開始され、5月中旬に9101編成の二両が、9月23日から24日に、かけて9102編成から9104編成までの3編成6両が、公衆輸送された。9100系も、各種試験を経た後の2021年1月より、 営業運転に入っている。2021年3月には2021年度に9500系3編成12両と9100系に編成4両を申請投入することが発表された。その後、2021年4月7日から8日にかけて9506編成、9105編成、9106編成の公衆輸送が行われている。 2021年5月中旬には9506編成が運用開始した。ありがとうございます。